シンクトゥルフ TRPG なので、いつもとは違って6版と違ってですね、ステータスも変わってきます。はい、 STR ストレングスですね。そこから決めていきます。これは、はい、じゃあ最初に軽く自己紹介お願いします。はい、佐久島隼人です。俳優をやっております。よろしくお願いいたします。はい、では次に探索者の紹介もお願いします。はい、本名というか佐久島隼人そのままで本人でいきたいと思います。はい、何か特徴みたいなのありますか？職業言って大丈夫ですか？大丈夫です。まあ、あの舞台役者をやっているということでエンターテイナーを選択しました。ステージ衣装を持ち歩いてますね。わかりました。では始めていきたいと思います。はい、クトゥルフ神話 TRPG 毒入りスープトロシン氏様制作になります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。仕事の帰り道です。どんな感じで帰ってきてるの？いや、もうプランプランよ。どんな感じに？もう稽古帰りとかだったらもうね、汗臭いし、まあ、コンビニでご飯買ったりとか。そうですね、ファミチキ買いますね。ファミチキ買います。ファミチキとクリア朝日ですね。クリア朝日。じゃあちょっと日常のロールをしてください。日常のロール、寝る直前ぐらいのロールがいいんじゃないか。あ、ただいま。まあお帰りを言う相手もいないんだけど、悲しい悲しい悲しい。はあ、今日はもう怒られたな。結構しんどい日常だな。だいたい毎日怒られるな。いや、寝る前に一戦 PUBG してから寝よう。いいですか、これパエアチャンネルの話しなくていいんですか？ああそうだ、パエアチャンネル動画がまだ1本しか上げられてない。自己紹介しか上げてない。企画はな、考えてるんだけどな、編集が難しい。なるほど。そう、パソコンいじろちょっとだけ。はい、じゃあそんなことを思いながらあなたはですね、床に着きます。つやーつやー。あなたの意識は沈む。そしてあなたはふと目を覚ます。は、目を覚ますとそこはコンクリートに囲まれた殺風景な部屋でした。その四方には扉がついている。なんだここは。俺は部屋にいたはずだ。なんなんだここは。そう、あなたは部屋にいたはずだ。そしてあなたはもう一つ気づくでしょう。うん、普段着ているのパジャマかな、寝ているときは。だいたいパンイチだ。さっきまでパンイチだったはずだったんですが、パンイチだったのに。今はあなたはですね、白いローブしか身につけていません。ボロ切れのような白いローブです。きったね。他には何もない。あ、え、そう。近くには携帯もないです。え、そう。普段身につけているものは一切持っていません。ではもう少し細かく描写します。天井にはですね、薄暗い豆電球だけが部屋を薄暗く照らしている。そして真ん中にはですね、木製の長机と椅子が一つずつあります。椅子の上にはですね、古い紙切れが落ちていることに気づく。それと、なんだこれは。机の上にはですね、お皿が載っています。お皿。そのお皿の中にはですね、うん、赤い液体が入っています。トマトピューレだ。トマトピューレか。そのね、机の上にあるお皿はですね、木製の器ですね。赤い無臭のスープが入っています。匂いはしない、うん、扉あるかな。扉ありますね。四方にある。四方にある。東西南北四方に扉があります。これどんな感じですか、これ何が書いてありますかとか聞いていただければ情報をお出しします。それに、あの判断やそういったものに特殊な能力が必要な場合は技能ロール、例えば目星や聞き耳だとか、そういったもののロールに成功することによって情報が変化したりとか、情報を与えたりします。なるほど。とりあえず扉を調べよう。はい、扉ですね。そうですね、まあ、ちょっとゲーム的なところになりますけども、それかあるいは机の端にもしかしたらあの方位記号的なものが掘られたのかもしれません。どちらが北でどちらが南、そういったものが分かることにしましょう。なるほど。ではあなたから見て北、北正面、それはですね、白い真っ白な扉です。ドアノブも何もついていません。ドアノブついてねえじゃん、開けらんないじゃん。え、あ、引き戸、引き戸か。見ても分かりませんね。実際触ってみないと分からない。触ってみる。押し扉、少し動きます。動くんかい。聞き耳立ててみよう。はい、ではですね、部屋の前であなたは耳を澄まします、うん、聞き耳ロールをしてください。あなたの聞き耳の数値は70。70。はい、では70以下を出すと成功です。
これでいいのか。それでいいよ。このね、10の位と1の桁です。60は70より下なので成功です。この場合は通常成功になります。はい、ではですね、中の情報をお伝えします。特に音はしません。じゃあ開けてみよう。開けちゃっていいですか。開けちゃう。では中の描写をしますね。この部屋、中はですね、綺麗な部屋でした、食器棚や調理台、ガスコンロや洗い場、さまざまなものがあります。うちの部屋より綺麗だな。そうですね、先ほどの部屋と違っていくつもの豆電球が設置されていて、この部屋は真昼のように明るいです。さっきの部屋よりもずっと明るい。ガスコンロの上にはですね、蓋をしてある大きな鍋が置いてあります。鍋開けちゃおう。鍋開けるでよろしいですか。鍋開けちゃおう。はい、あなたが鍋の蓋をちょっとずらすと、ちょっとずらすと異臭が漂ってきます。それでも開けますね。開けます。はい、鍋の蓋を開ける。その中にはガラガラゴロゴロとした肉塊が詰まっていました。あなたはそれが何か察することができます。それは人間の手足、あるいは臓器、そういったものがまるで煮詰められていたかのように詰まっていたのでした。なんでこんなもんがあるんだ。正気ドロールです。この正気ドロールっていうのはまず自分の正気度、まあ、55かな、55ですね。まずそこを目指してロールします。 1D100、 この2つをロールしてください。16だと成功です。やった。成功した場合は正気度が1だけ減ります。ちなみにこれ失敗した時 1D6、 6面ダイス分正気度が減りました。この正気度が0になると精神崩壊してロスト、死亡じゃないですけども、ゲームエンドとなってしまいますので気をつけてください。なので54にまでつけて。サンチピンチ。特にここを調べたいとかなければ目星ロールをお願いします。目星42。はい、通常成功です。イエイ。ではですね、あなたはですね、調理台の隅に紙切れが落ちていることに気づきます。また紙切れ。大事な調味料は現在在庫切れ、そう書かれていました。なんだ、調味料ってなんだ。あれか、ウェイパーか。うちのウェイパーは確かに残り少なかったかもしれない。この部屋、怪しいところは他にないのか。あとあるものは、まあ、洗い場とか食器棚。なるほど、食器棚を調べよう。はい、では食器棚を見たあなた、そうですね、変わったところがあるとすれば、すべての食器が銀色であることに気づきます。金持ちの家だ。はい、ではここでですね、歴史もしくはオカルトでロールしてください。なるほど。全く降ってない。それか地質学あるいは薬学でも。何も降ってない。一番成功率が高い歴史で振るといいんじゃないですか。バカってことか。歴史5かでも。オカルトが一番高いんだ。オカルト5だ。全部5か。じゃあオカルトで振ろう。はい。俺は都市伝説とか好きだ。0人成功。成功したぞ。すごいな、0人。あなたはですね、あることをしています。銀には魔除けの力があり。あるな。うん。高い精神力を象徴するものであることをあなたは知っています。なるほど。じゃあなんか一個ぐらい持ってこう。お皿とフォークとスプーンがありますね。じゃあお皿とフォーク持ってこう。お皿とフォーク持ってこう。はい、わかりました。ではどうしますか。ちなみにここから先に続くような扉はありません。戻るしかないってことだな。はい。戻ろう。戻りますね。戻ろう。そうですね。中央の部屋の舞踊者をもう一度開けしましょう。壁も床もコンクリートでできた四方に扉のある正方形の部屋です。中央には古い木製の机と椅子、この部屋自体は薄暗い豆電球が照らしています、うん、その机の上には木製の器に入った赤い無臭のスープ、そして椅子の上には古い紙切れが2つ落ちています。そういえばその紙切れ調べるの忘れてた。調べよう。紙切れを2つ見ますね。見ます。ではですね、こう書いてあります。帰りたいなら1時間以内に毒入りスープを飲め。飲むまでは君じゃここから出られない。1時間以内に飲めなかったらお迎えが来るぞと書かれています。大事なこと見てなかった。ではもう一つあるのはどうやら地図のようです。今いるあなたがスープの部屋っていうことが分かっていいです。で、さっきまでいた白い部屋が調理室だろう。調理室だった。はい、東がですね、下僕の部屋、南が礼拝室、西が書物庫。一応まあ地図には書いてないんだけど、どういった扉かっていうのも書いてあります。はい、ではここでじゃあ目星ロールをお願いします。失敗した。90で失敗。ではですね、特に何も気づきません。
こういったことはないですかって聞いてもらえれば、その情報をお出しします。そのメモを調べることはできないのか。メモをどんな感じに調べます？聞き方を変えましょう。メモどんな感じに持ってます？今こう指でつまんでます。つまんでます。ひらひらさしてる感じ。じゃあ気づいていいでしょう、はい、帰りたいなら1時間以内に独自通報を述べ、文章が書かれた方を裏返してください。そこにはこう書かれています。温かい人間の血のスープ、冷めないうちに召し上がれと書かれています。怖っ。はい、ではですね、ここでアイデアを振ってください。アイデアというのはイントの数字ですね。65で振ってください。出ない。お、ではですね、なんだこれって思います。なんだこれなわけねえじゃんみたいな感じですね。無臭だし、いやでもな、さっきな、なんか肉塊あったしな、これ人間の血のスープなのかな。とりあえず他の部屋を調べよう。まあどうしても、まあ僕のあれだな、まあ性格というか性癖というか惹かれるのは下僕の部屋だな、うん、下僕の部屋を調べよう。下僕の部屋、こちらはですね、錆びた鉄でできた扉になってます。錆びた鉄の扉、開けてみよう。開けようとするとですね、鍵がかかっています。なるほど。ただボロいような古びた印象は受けるので、力ずくでも壊せるんじゃないかなってあなたは思っていいです。力ずくで体当たりでぶち抜こう。ではですね、ここで対抗ロールっていうものが発生します。あなたの筋力と扉の耐久度、どちらの方が強いかっていう対抗ロールになります。あなたはストロングスの40でまずロールしてください。10。はい、はい、こちらも通常成功なので、ハヤトさんの方がですね強いですので、ガコンガコンがして扉がギーッと音を立てて開きます。あ、嫌な音。どうします？いや、もう中入りましょう。中には明かりが一切ありません。暗、真っ暗です。今あなたがいるスープの部屋も薄暗い部屋です。このか弱い光だと足元すらもほぼ照らせないでしょう。ではここで聞き耳を振ってください。失敗。80。ではですね、特に何も音は聞こえません。怖っ。どうします？あなたは今真っ暗な部屋の前で立っています。奥行きも何も分かりません。中に何が潜んでいるかも分からないでしょう。演劇のスキルで体から光を発することはできないだろうか。なるほど。この扉の前でかっこいいポーズをしてみると。じゃあいいでしょう、演劇で振ってください。40成功。ではどんな感じでポーズするんですか。かっこいいポーズ。ではですね、あなたがかっこいいポーズをしているとですね、部屋の奥からですね、足音のようなものが近づいてきていることに気づくでしょう。怖い怖い怖い。この距離からそれについての正体を知りたければ目星振ってください。目星。怖い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 。ホラー映画は見るのは好きだけど、やだ、体験するの。73、80ある、成功だ。ではですね、それが人影であることに気づきます。あなたより背が低い10代後半のやつれた女の子であることに気づきます。やったその女の子はあなたと同様白いローブを着ていますが、それは血にまみれています。